とのお稽古があったので帰りにもう本当に数軒先の虹屋に行ってきました。今日の買い物はこんな感じです。日本で同じものを買う時の値段と比べていただきたいと思います。今回の支払いは$81.68で、生活用品買ってない、全部食品なので税金はかかっていません。で、私思いました。こういう調子で全ての買い物を日本のお店でする人って、駐在の奥さんとか結構いるんですよね。それを考えるとですね、アメリカのもの買って工夫して生活して日本に帰って豪遊するのと同じぐらいお金がかかると感じます。